トップと2打差6アンダーでスタートしていきました上田桃子です。まずは何といってもスタートホール、このセカンドショット、取りやすいとはいえ見事なセカンドショット、ピン奥。そしてこのイーグルパット変化がいいですね。取りたいホールでしかもイーグルという結果。さらに2番パー3、このショットが、ホールインワンもあるかというようなショットでした。これ難しいスライスラインなんですよ。これを入るってことを今日パッティングいいなと思いましたね。自分自身も一つ手応え掴んだんでしょうね。そして5番です。これは3パットになりましたけどね、今日最初のボギーとなりました。これ大きかったですよね、難易度1番のナイスパーセーブ。バックナイン入ります。一つの今日勝負の分かれ目というふうなお話いただいた13番、このバーディーパットを後ろで鈴木さんたちが見てるんですよね。これをねじ込みます。そしてライバルたちがスコアを落とす中、17番、状況としては2パットでいいと思ってるんですが、やっぱり自分のためにっていうことで集中してましたね。かっこいい。これで10アンダー。最後はちょっとティーショットのミスもありましたけれども、ボギーパットを沈めまして1イーグル3バーディー2ボギー、トータル9アンダーでの優勝となりました。